お世話になっております、マサルです。今回はテキストファイルを見るためのコマンド、キャット、レス、ヘッド、テイルを一緒に勉強していきましょう。この動画シリーズではこれまでキャットコマンドを使ってファイルの内容を表示していましたが、ファイルの内容を表示するコマンドはキャットコマンド以外にもいくつかあります。今回はキャットコマンドだけではなく、ページごとに表示するレスコマンド、先頭から表示するヘッドコマンド、末尾から表示するテイルコマンドについてお話ししていきたいと思います。それぞれのコマンドでどんな違いがあるのか意識しながらお話を聞いてみてください。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しているので参考にしてみてください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは最初はキャットコマンドについてお話しします。キャットと聞くとどうしてもキャット、猫と思う方がいるかもしれません。しかしキャットは猫ではありません。キャットはコンカテネートの略です。連結するという意味を持っています。早速キラーコーダを使ってキャットコマンドを利用してみましょう。それではキャットコマンドを使ってユーザー情報を管理しているパスワードファイルを開いてみます。パスワードファイルは ETC ディレクトリの中にあるので、キャットスラッシュ ETC パスワード、このコマンドでパスワードファイルの中身を表示できます。パスワードファイルの情報が表示されましたね。では次にキャットコマンドを使ってファイルの情報を連結して表示してみたいと思います。ユーザー情報を管理しているパスワードファイルと、もう一つパスワードの情報を管理しているシャドウファイルというものを連結して表示してみたいと思います。少し話が脱線しますが、 ETC ディレクトリの中には設定ファイルが格納されています。ユーザー情報を管理するパスワードファイル、パスワードの情報を管理するシャドウファイルは ETC ディレクトリにあることを覚えておきましょう。では先ほど指定したパスワードファイルの後ろにスラッシュ ETC シャドウ、こちらのコマンドで2つ分のファイルを指定してキャットコマンドを実行してみたいと思います。このように2つのファイルの情報が連結して表示されていますよね。キャットコマンドは連結してファイルの内容を表示できるということを覚えておきましょう。次はレスコマンドについてお話ししていきます。レスコマンドはファイルの中身を1ページずつ表示してスクロールして読むためのコマンドです。先ほどのキャットコマンドは一度に全ての内容が表示されましたが、レスコマンドを使うと1ページずつ表示されるので少しずつ読むことができます。ではレスコマンドを使ってパスワードファイルを開いてみましょう。レス ETC パスワードを指定して実行します。するとパスワードファイルの情報が表示されましたが、表示方法に注目してみてください。キャットコマンドは一度に全ての情報が表示されていましたが、レスコマンドは1ページで表示が止まっています。一気に表示されないので少しずつ読むことができますよね。もし下に移動したい場合は矢印の下ボタン、もしくは J を押してもらうと下に移動することができます。また次のページに移動したい場合はスペースを押します。1ページ前に移動したい場合は B を押します。 B はバックの B で覚えておきましょう。このようにレスコマンドは1ページずつ表示できるコマンドです。ファイルの情報量が多い場合はキャットコマンドよりもレスコマンドの方が見やすい場合があります。なおレスコマンドによる表示を終了したいときは Q を押します。 Q はクイットの略です。それでは次はヘッドコマンドです。ヘッドコマンドはファイルの先頭部分を表示するためのコマンドです。なお N オプションを使うことで先頭から表示したい行数を指定することができますが、指定しない場合はデフォルトで
戦闘従業が表示されます。こちらも早速やってみましょう。ヘッドスラ ETC パスワードファイルを実行してみましょう。行数を指定していないので、デフォルトの戦闘従業が表示されています。もし表示したい行数を指定したい場合は、-N オプションで行数を指定することができます。試しに、ヘッド -N5ETC パスワードを実行してみたいと思います。最初の5行だけが表示されていますよね。このようにヘッドコマンドはファイルの先頭部分を表示したいときに利用するコマンドです。そして最後はテイルコマンドです。テイルコマンドはヘッドコマンドの逆です。ファイルの末尾の部分を表示するためのコマンドです。ヘッドコマンドと同じく -N を使って行数を指定することができますが、行数を指定しない場合はヘッドと同じく最後の従業が表示されます。ではこちらも利用してみましょう。tail スラッシュ etc パスワード、こちらを実行します。パスワードファイルの末尾従業が表示されていますね。さらに余裕がある方は -f オプションを覚えておきましょう。オプション -f を利用するとファイルの内容に変更が発生した場合にリアルタイムに情報を表示することができます。一度クリアというコマンドを使って画面をきれいにした後に tail-f スラッシュバースラッシュログスラッシュシスログというコマンドを実行してみてください。このコマンドでシスログというファイルをリアルタイムで表示しています。このシスログというファイルはシステムがどのように動作をしたのかを記録しているファイルです。新しいログが発生するたびにファイルの末尾に新しいログが追記されて更新されていきます。このように -f オプションを使うことによって新しいログが発生したタイミングでリアルタイムに内容が表示されるので、異常なログが発生した場合でもすぐに気がつくことができます。このように新しいログが発生したときに末尾にログが追記されましたね。 tail-f はよく業務で利用するので覚えておきましょう。なお tail-f によるリアルタイム表示を停止したい場合はコントロールと c を同時に押すと終了できます。コントロールと c を同時に押して終了することができましたね。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。キャットはコンカテネートの略でどのような意味を持つ英単語でしょうか。コンカテネートの意味は連結するという意味でしたね。ファイルを2つ指定することでファイルの内容を連結して表示することができます。レスコマンドはファイルの内容を表示するコマンドですが、レスコマンドはキャットコマンドと比べてどのような違いがあるでしょうか。キャットコマンドとの違いは一気に表示せず少しずつ読むことができる点ですよね。レスコマンドは1ページずつ表示されます。情報量の多いファイルの内容を確認するときにはレスコマンドを使って表示した方が読みやすい場合があります。次はヘッドコマンドです。ヘッドコマンドで行数を指定しない場合、先頭から何行が表示されますか。ヘッドコマンドで行数を指定しない場合は先頭10行がデフォルトで表示されますよね。次はテイルコマンドです。テイルコマンドはファイルの末尾部分を表示するためのコマンドです。よく利用されるコマンドとして -f がありますが、テイルコマンドにおける -f オプションはどのようなオプションでしょうか。テイルコマンドにおける -f オプションはファイルの変化をリアルタイムに表示するためのオプションです。実務ではログの変化をリアルタイムに監視しながら作業することがよくあります。-f オプション、よく利用するので覚えておきましょう。それではエンディングトークです。今回はテキストファイルを見るためのコマンド、cat、res、head、tail を一緒に勉強しました。これまではテキストファイルを見るためのコマンドといえば cat だったと思いますが、
情報量が多いテキストファイルを見るときにはレスを使ってみたり、ログファイルをリアルタイムで表示したいときにはテール -F、 このように状況に応じてコマンドを使い分けてみましょう。最後のお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん、 CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、コミュニティメンバーで富士登山に挑戦したり、様々なイベントをやっています。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。